はデリシキッチンです。冬だからこそ食べたい濃厚ストロベリーチーズケーキアイスの作り方です。まずクッキー6枚を保存袋などに入れてしっかりと封をします。さあ、すりこぎなどを使ってざっくり叩いていきます。細かくできたら続いてはいちごをお好みで6個から8個4つに切っていってください。生クリーム 200ml を泡立てていきます。途中でグラニュー糖 40g を2回に分けて加えていってください。角が立つくらいになれば OK です。そこにクリームチーズ、いちご、いちごジャム、先ほど細かくしたクッキーを加えて全体を混ぜていきます。出来上がったらバットに流し込んでいきます。冷凍庫で4時間から5時間冷やしてください。カップに入れたら完成です。参考になったらいいねかチャンネル登録お願いします。リクエストお待ちしてます。デリシキッチンでした。